はいどうも皆さんこんばんは、BC スウェル所属ワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロエルことフミヤッチョです。最近ちょっと配信できてなくて申し訳ありませんというところで、ワイルドリフトパッチノート 3.4 が来たというところで、こっちの解説を取っていきたいんですけれども、今回追加されたサポートアイテムがあると思うんですけど、これに関してまずちょっと先に触れさせていただいて、ね、後半はちょっと他の解説になるんで、まずそこだけ気になってる方、まずそこだけ、もうそこだけ見てってください。もうね、いろいろね、苦情の方も上げられてますので、そこをまず見てってくださいというところで、3.4 の、そのアイテムについて、追加されたアイテムのサポートアイテムについてちょっと解説していきたいと思います。はい。ではまず見ていただきたいんですけれども、こちらですね、アイテムね、レイジャの鎌、暗黒の時の三日月釜、黒き霧の大釜というところで、まあ、レイジャの鎌ですね、こちらとあとレリックシールドの2個、追加されましたと。で、こちらのアイテムなんですけれども、まあ、ワイルドリフトじゃなくて、リーグオブレジェンドの公式の方にも、公式PC 版の方にもあるアイテムでして、まあ、基本的には、まあ、サポートが序盤から結構お金稼げるよっていうアイテムプラス、まあ、本当向こうではミニオン、ミニオンじゃない、ワードを置けるアイテムになるんですけど、ワイルドリフトではちょっと変わった効果になってまして、ただちょっと効果とかね、こちらの500ゴールド貯めるとか、その辺が分かりにくいと思うんで、そこについてちょっと触れさせていただきたいなと思っております。はい。まず、レイジャの鎌からですね、こちら500ゴールドというところで、まあ、あと効果として攻撃力または魔力が増加しますと。まあ、これだけでもうそもそも強いですね、割と。で、自動効果、徴収なんですけども、味方チャンピオンが近くにいると、チャンピオンまたは継続物にダメージを与えると、まあ、30ゴールドを獲得できると。で、まあ、10秒ごとにチャージされて最大3チャージと。ということなんで、まあ、ハラスすることによって、ゴールドを獲得することができますと。で、まあ、チャージもあるんで、まあ、継続的にダメージを与えるのが良いかなと。まあ、その代わり、ミニオンまたはね、モンスターをね、倒しちゃうと、ゴールドが減っちゃうので、あまりミニオンは取らないようにしましょう。レリックシールドはミニオンを取るものなんで、そこに注意してください。で、まあ、あとね、周囲の味方が、ヒルしなかったミニオンから 100% の追加ゴールドを獲得しってあるんで、なんかこれ意外といいなと。あと、まあ、3秒ごとに1ゴールド追加で獲得できます。で、はい。で、こちらなんですけども、500ゴールドを貯めると進化しますと。暗黒の時の三日月釜。なんで、こう最速でね、どんどん、チャージは最大3チャージなんで、これ貯めずにあんまり、どんどん500ゴールドまで貯めていきましょう。で、次。はい。次がスキルヘストがプラス5追加されて、攻撃力が12、または魔力が25。もうこれだけでね、500円で、これになるのよ。500円で、500円もらえて、さらに進化してこれになります。もう最強ですと。で、まあ、ここは一緒ですね。徴収は一緒。で、クエストも一緒。なんで、これはもう早めに上げると。で、黒き霧の大釜、スキルヘイスト10。で、攻撃力20、または魔力が40ということでね。まあ、基本的に、もう、買いましょう、これは。これは買った方がお得です。絶対にお得なんで買いましょう。で、こちらですね、スペルクラフト、敵チャンピオンからキルまたはアシストを奪うと自分のエンチャントの合計クルダが 40% と。なるほど。まあ、こちら、レリックシールドの方とはアイテムが少し違うので、内容が。レリックシールドの方も見ていってください。で、最後にどっちがおすすめかっていうのをお話しさせていただきます。はい。でレリックシールドの方は、ターゴンの盾、霊峰の砦に変わりますと。はい。こちらもコストは500で、体力はプラス100です。まあ、最初にね、ブーツとか積む方いたりとか、あと、HP 上がるやつ。まあ、ブーツ買ってた人はこっちの方がおすすめかなっていう感じです。はい。で、こちらは、近接なら 50%、遠隔は 30% 未満のミニオンにとどめをさせます。なので、まあ、50% とかになったら、もう、ポンってなったら取れます。ミニオンが。で、これも、しかもこれ強いのが、こう体力が回復するんですよね。これめっちゃ強いなって思います。で、こちらも500ゴールドでターゴの盾にアップグレードできます。はい、で、ターゴの盾になりますと、まあ、150スキルヘスト5で、まあ、同じですと。で、霊峰の砦で200プラススキルヘスト10。で、こちらは、一緒やないかい。自分のエンチャントの合計クールダウンが 40%、一緒か。一緒ですね。なんだ。もうやめてよ。一緒じゃないの。なんですけど、まあ、こちらって、まあ、2個使い分け、この霊峰の、違う、レイジャの鎌とレリックシュートどっちがいいのって言うんですけど、まあ、基本的に、まあ、ハラスできるチャンピオンとか、AP 系は、まあ、レンジですね。レンジは霊峰のレイジャの鎌をおすすめします。で、メレーは、
エリックシールドがおすすめかなと。まあでも一応この体力だったりスキルヘイスト、まあこっちが攻撃力魔力っていうので、まあ少し違うんで、スキルヘイストと魔力が上がって強いやつ、まあだからカルマとか絶対上ですね。でノーチラスとかは下みたいな感じで、まあ基本的にメレーはレリックで、レンジは、レイジャーの鎌と覚えていただいて、まあこの能力によって、まあこっちの方が欲しいなみたいなのがあったら、まあ変えていただくようにしていただけるといいかなと思います。はい。で、エリックシールドについてちょっと触れておきたいんですけど、忘れてました、これ触れるのね。触れるんですけど、これって、まあミニオンから、まあお金を獲得できるんですけど、一番お得なのはキャノンミニオン、あの大きいやつ。で、次に大事なのが、近接ミニオン。序盤の4体いるうちの前衛ですね。前衛の2体のどっちか。なんで、後衛ミニオンからあまり取らない方が、はい、良いかなと。まあ、前衛ミニオンプラス、あと、キャノンミニオンが来るタイミングでは、このチャージが補充されてるってことを忘れないようにしてください。そうすると、この500のミッションがすぐクリアできますので。覚えておいてください。近接、前衛ミニオンと、キャノンミニオン。この2個ですよ。この2個取るんですよ。後衛取ってもあんまり美味しくないですよ。40円なので。わかりましたか？これだけ覚えて帰ってくださいね。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ上の方戻りますか。はい、新チャンピオン、グエン。瀬戸ということでね、グエンがもう出てて、瀬戸が22日、もうすぐ、1週間後、というところで、まあ、グエンがどんなチャンピオンかっていうと、まあ、AP 系のチャンピオン、魔法系のチャンピオンなんですけど、まあ、魔法の、ファイターですね、AP ファイターです。で、確定ダメージとかも確かあるんで、確定ダメージあるし、なんか相手のスキルが遠いと当たらないみたいなスキルもあるし、ブリンコもある。すごい便利なキャラクターになってます。んで、はい、次。瀬戸で、あ、ヨネか。ヨネか。間違えた。ヨネですね。ヨネは安尾の義理の兄でありということで、まあ、基本的に安尾と似てます。なんか W が2スキルですね。2スキルが相手に当てるとシールド。で、1スキルは3回のスタック。で、ウルトが、ま、かっこいいやつ。です。こいつの重要なのが3スキルの使い方なんで、まあ、3スキルの使い方に関してはまたね、自分もま、割と使える方なので、解説できればなと思ってます。はい。まあこの辺はまあもういいでしょう。もう時間かかるんで、もう飛ばします。読んでてください。はい、じゃあチャンピオンのバランス調整見ていきます。はい、明かりが強くなりましたと。で、キー回復がやったんで割と使いやすくなったって。プラス、あと、こう、後半で出てくるアイテムですね。で、追加されたリフトメーカーとかとも相性がいいらしいので、結構強いんじゃないかなと思います。チャンピオンのバランス調整に関してはサクサクいきます。はい、で、ジェイス、ちょっと強くなりました。はい。はい、ジン。これ大事です。ジン、多分強いです。ちょっとまだ使ってないんでわかんないんですけど、フレームが短くなりました。2スキルの。これめっちゃ強いと思う。多分。なんかジンって今って、なんか味方の CC に合わせないと絶対2スキルって当たらなかったんですけど、ワンチャン当たるかも。ちょっと検証して使ってみたいんで動画楽しみにしておいてください。はい。で、ケイルですね。ケイルはまあ若干バフされましたよと。うん。はい。まあ AP の方が強いですよって感じですね。はい。AD で使うなよと。まあなんか、ナーフじゃないよくよく見たらナーフでは。ナーフですね、これ。うん。なんかナーフじゃないこれ。あれ、魔力の 15%。あ、ナーフです。ケイル、こんな感じで書いておいて、ナーフされてます。AP で皆さん使うようにしましょう。はい。レオナのソーラーフレアの、時間が長くなりましたよと。まあ、次のパッチでね、多分E の3スキルの年次長くなるんで、はい、多分。俺、レオナ強いと思うんだけどな。はい、で、サミラのバフ来ました。ありがとうございます。サミラのバフ、感謝します。というところで、まあ、まず HP 低すぎましたよと。まあね、後半も、なんかキャリーしてたなと思ったら気づいたら MF に3パンされたんで、はい、ちょうどいいと思います。で、デアデビルインパルスもいいですね。これもありがとうございます。結構、はい、入り込んだ後の戦う時って、まあ、あんまり通常で殴んないんで、正直あんま変わんないんですけど、まあ、ないよりはいいだろうっていうところで。はい。はい。で、続きまして、攻撃、フレア。フレアってなんだっけ？フレアってなんだ？フレアってなんだ？ちょっと待って、今カンニングしてます。ペコペコうるさいですね。フレアは、フレア9か。1スキルか。1スキルの、あ、1スキル強くなったらでっか。え、でかすぎ。え、でかすぎじゃん、これ。あざっす。使います。
はい、通知を無効にしましたので、もうなりませんよと。使います。自分サミラ使うんで、よかったら見てみてください。はい。瀬戸ヘイメーカー。ヘイメーカーはどれだっけね。ヘイメーカーってどれですかね。今カンニング中です。もうね、グダグダの動画となって申し訳ありません。2スキルです。2スキルが強くなりました。ありがとうございます。瀬戸使いましょう。はい。シバーナがドラゴンフォーム中、主にバンプが 15% 増加というところで、これ結構おもろいっすね。なんか、シバーナ、割と、なんか、トリニティフォースから、ミッツエンドっていく形があったんで、それで、オムニバンプも追加されたんで、結構後半の影響力でっかいなと思いますね、これ。序盤はあんま変わんないと思うんですけど、後半クソ強いんじゃないかなって、なんかよりレートスケールが上がったように見えます、自分には。はい。でサイオンが、ちょっと硬くなりにくくなりました。はい。パッシブの増加率、体力増加率が下がりました。で、あとは、まあ、どっこいしょーのダメージが下がりましたっていうのと、あと、ちょっとつ猛進早すぎたので、下がりました。でこれちょっとつ猛進とね、セラの E とか合わせるとクソ強いんでよかったら使ってみてください。で、はい、一番よくわからないトリスターナのナーフです。いつ強くなったのかと。トリスターナの前回の強化は少々やりすぎでしたというのはね、誰が言ったのか。真相やいかにというところで、はい。まあ、ただ、一番いいなと思うのが、これが、ヨードルグレードミニオンに打っちゃったーってことが多かったんで、これが対象を優先するようになりましたので、はい。助かります。ありがとうございます。ネバルス、はい。ちょっとバフされました。ま、ちょっとです。で、野草びっくり。野草びっくりバフですね。まあ、まあ、後半になったら、まあ、ちょっと、まあ、あんま変わらんかな。あんま変わらんと思いますけど、まあ、バフされました。ありがとうございます。バフします。で、ユーミクソナーフです。これちょっとユーミに関してはね、マジで弱くなったなぁと思ってまして、まあ、何が一番やばいかって、こう、マナ回復がなくなったっていうところで、序盤の、まあ、レーニングがクソ弱くなりました。はい。序盤18秒とかもうバグかってぐらい長いですけど、プラスシールドの耐久値も少なくなりました。はい。もうちょっとこれ泣きながら見ましょうね、ユーミ使いの方。はい。まあ、ただ、ま、一応これだけ強くなったかな。ミニオンがくっついてる、ミサイルがちょっと多分遠くまで届くようになったんじゃないかな。はい。ぐらいかな。で、ダメージもナーフです。で、これもまあ、基本的にはナーフですね。もうめっちゃナーフです。はい。で、まあ、ユーとミーもナーフです。バビーン回復ですね。これもナーフで、どんだけナイフされんねんってとこなんですけど、まあ、どうすね、なんかこれ5秒以内に行う、なんか攻撃しないと回復しなくなったらしいんで、芋って回復みたいなのできなくなりました。移動中に、なんか死にかけてるやつが回復とかできなくなったんで、弓マジで弱いかもしれないっす。使用感見て、どれぐらいか動画にしたいと思いますので、よければ。多分クソ弱いです。はい。で、アイテムのここ見ましたんで、で、アテネのケツパイがなくなりまして、帝国の司令が、これ強いなと思います、僕、めっちゃ。なんかこの帝国の司令、本家ではね、帝国の司令アッシュサポートとかもあった。あれは別にサポートではないか、ADC でやってたんですけど、まあ、よりサポーティブな ADC とかも使えるんですけど、まあ、安いです。まず安いっていうのと、40、20、200と無駄がないと。ヒルヘイストと体力は無駄になりませんからね、絶対。で、これ、面白いです。敵チャンピオンにスローまたは移動不能効果を与えるスキルが命中すると、47から75の追加魔法ダメージを与えて4秒間マークする。味方チャンピオンがダメージを与えると、マークが爆発し、追加で94から150。これはアッシュサポあるんちゃいます？アッシュサポあります。レイジャーの大釜ともちなみにめちゃくちゃ相性がいいです、これ。アッシュサポートやります。まあ、セナとかもね、割といいんだけどね。魔力ってのがまあちょっと渋いけど。まあ、セナは普通にでも違うの積んだ方が強いか。はい。続きまして、コズミックドライブ。コズミックドライブは、スキルヘイストがめっちゃ高いですと。まあ、サイラスとかで積まれるビルドですね、これ。魔力が70、移動速度が 5% と。で、スペルウィーバー、発動効果スキルで強化通常攻撃でチャンピオンにダメージを与えると、移動速度が30からスキルヘイストの 70% 増加すると。もうこれだけでね、もうスキル30ありますから、51か。やばいね。で、まあ、割と、今回だと、まあ、発動効果スキルは別強化通常攻撃でっていうので、まあ、あれかな、やっぱ、グエンとも相性いいかなって、リフトメーカーと、この、コズミックドライブに関しては、
なんかグエンと相性いいんじゃないかなっていうふうに見えますけど、まあまあでもデスキャップとか強いしね、それが積まれるかもね。ちょっとリフトメーカーだけかも。リフトメーカーで3200ゴールド、ちょっと高めですと。魔力70、体力150、スキルヘイスト15、主にバンプ 15%、 無駄ないですね。 AP のファイターはもう絶対積みましょうぐらいです。まあなんで明かりとかグエンは相性いいです。チャンピオンとのでボイドの崩壊、チャンピオンとの戦闘中毎秒当たるダメージが 3% 増加して3回までスタックして最大 9% の追加ダメージ、最大スタックになると追加ダメージ 100% が確定ダメージ、やばいですこれめちゃめちゃ強いです。ダイアナとかめっちゃ強いんじゃないの、これどうなの、どうですかね、強そうですけどね。ダイアナとグエン、はい。アンブラルグレイブがなくなりました。独自の牙が追加されました。まあ、ちょい3000ゴールドちょっと高め、攻撃力50、物理防御、貫通12、ヘイスト10と、まあ割と脅威系のアイテムと一緒かなというところなんですけど、これシールド効果がなくなりますと、なくなるんじゃないな、低下します相手の。なんで結構強いっすこれ。あんまりね、まだワイルドリフトにバリアがあるチャンピオンってまあ少ないんですけど、これあれですね、何エンチャントでしたっけ、もう出てきません、アイテム名が。ガーゴイルストイルプレートエンチャントです。ガーゴイルストーンプレートにも効果使えますので、なんか相手のね、サポートがタンクとか、調子乗ってるやつとかだったらね、これ積んで、もう破壊しましょう、相手のこと。まあ、あと、ノーチラスとかにもね、結構強いかなと思います。はい、フロハースキルヘイスト30、ありがとうございます。以上です。イシュタルのため入れ、ありがとうございます。短くなりました。はい。ロケットエンチャント結構クソナーフで、まあ、オリアナとかいるときぐらいかな。オリアナいるときは積んでいいけど、オリアナ、ダイアナ。オリアナ、まあ、でも基本的に僕の中でロケットエンチャントってオリアナとか、まあ、ダイアナに対して積むものって思ってたんで、まあ、あんま変わんないかなっていう気もするんですけど、まあ、魔法ダメージシールドに変わりました。で、プロテクター棒が、まあ、バフですかね。まあ、バフだと思います。これ積むのって、なんか魔力積むやつじゃないんで、これないようなもんなんですよ。基本ステータス以外のブラウムとかで積むやつなんで、まあ、なんで普通にバフかなと思います。まあどれぐらい使うかは正直わかりません。でリデンプションが敵へのダメージがなくなって、まあ早めに回復できるようになりましたよと。まあ、敵へのダメージなくなったのがねちょっと痛いよね。俺セナとかで積んでたんだけど、ちょっとこれどうするか決めます。後々配信で使ってみます。リパルサーエンチャントはこれ激アツです。チャンピオンをノックバックすると3秒間移動速度が 30% 増加するということで、僕レネクトンと、リベンが来たらこれ積みますまあ分からんけどね、積もうかなと思ってます。サンハイヤがミニオンに対する追加ダメージが少なくなりました。はい。で仮面が安くなりました。代わりにちょっと減ります。体力がなくなります。なくなりはしません、減ります。でえあこれなくなったの、マジかよ。ライアンドリーの仮面弱くねえ、ライアンドリーの仮面弱くない、これツームメリットある悲壮な仮面。うわ、その代わりまあなんかちょっと変わったみたいで、まあ、苦悶がこう敵の最大体力の 1% に当たる魔法ダメージを3秒かけて与える2倍になるで、スキルダメージが敵を燃やし3秒間20プラス魔力の 1.5%最初の体力 1.5% の追加魔法ダメージを毎回与えるということで、まあハラスするやつは強いですね。結構アロマとかでも積んでいいんじゃねっていうレベルだけど、はい、わかりません。俺の飲み込み安くなりました、ありがとうございます。まあちょうどいいんじゃないですかね、もうこの辺はいいでしょう。うん、この辺はいいよ。ラバドゥンラバデスキャップ、ドゥンランバデスキャップ安くなったんだ。落とす。あ、無駄にデカイドットとブラスティングワンドになったんだ。へぇー。でも、セーフ者が、確定ダメージでも、オムニーになったんだっけ。あ、じゃあ、これだ。オムニバンプ。オムニバンプが真にオムニになり、物理ダメージと魔法ダメージを超えて、確定ダメージでも機能するようになりました。おもろいね。あ、ごめん、ここ読んでなかった。システムへのバランス調整で、リーシュができなくなったんじゃないかなと予想してますが、まだやってないので、はい。やってから検証します。2周はもうできません、ジャングラーさんごめんなさい。はい、
自動獲得ゴールドの、まあ、サポートが毎秒2秒ゴールドを獲得するのがなくなりましたよと、まあ、これはレイジャーのオガマとかの影響だと思います。エスクライアブルームが45秒になったので25秒分にサポートが割りに行くのかできなくなりました。まああとね、ワンウェーブだけしょってミッドが押しに行くとかも多分できなくなったんで、いい調整かなと思います。でこれ、はい、一番でかいです。僕ジャングラーになろうかなと思ってますスマイトを素早いスワイプ&フリックで使用した場合、エピックモンスターを優先するようになりました。感謝俺マジスティールが強くなったんで、ジャングラーの方、ドラゴンスティールしに行きましょう。レッツゴースティール。はい、こんな感じでちょっと駆け足で、カミカミで、グダグダでやらせてもらいました。ありがとうございます。いろいろね、まあパッチ変わって配信もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、そしてメンバーシップも始めておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。それではまたライブ配信でお会いしましょう。バイバイ。